私たちザワールドスタンダードはあれはい、ちょっとで皆さんこんにちは。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 はい、今回もですね、お家からみんなズームで参加しているんですけども、はい、今日はワードウルフをしていきたいと思います。大好き、ワードウルフ大好き。やってたよね。めっちゃ久しぶりにやる。楽しみ、これ。ですね、このワードウルフの簡単な説明なんですけど、うん、この5人のうちの4人は同じ話題のテーマで話してるんですけど、その中の1人だけが違う話題について話してて、それを分からない状態でみんなそれぞれがトークをして、その1人だけ違う話題を話してるのは誰かっていうのを当てていくゲームでーす。素晴らしい。そういうことでーす。はい。です。苦手。まあ好き。好きだけど苦手だな。うん、あんまりやったことがないかも。そっか。うん、あ、そうなんだ。得意ではないよ。いつやったのが最後？いつだろう。全然記憶にないな。何年か前かな。小学校とか。ああ。うん。でもなんだかんだ置いてるとこあるくない？あるわ。あるね。時々かな。うん、時々って感じ。場所によっては。うん、うん、場所によるね、うん、何回ぐらいやったことある？そんなないかも。ないな。1、2回ぐらい。うん、3、4回ぐらいだったかも。うん、うん、あるかな、ね、そんなもんか。うん、ないか、まあ、ない人もいるか。いるんじゃない？でも数回はやったことありそうだけど、誰でも。うん、それ学校とかでやった？うん、学校で。あった、あった、あった。学校。でも、授業とかではなかったけどね。うん、ああ、わかるわかる。ない。むずい。むずい。なんか、人狼のノリが残ってやってて、なんかすごい疑いない。なんか、どうしたらいいかね、ちょっとわかんない。普通に喋ってていいんだもんね。え、あのさ、部活あった、それ。あ、あった。あった、あった、あった。あるある。あるとこないとこあるよね、これ。うん、だと思う。そうなんだ、王道だと思ってた。割と、うん。ね。あ、そっか。おー。なるほど、場所とか。メインとこあったけど。それはさ、あれ、男の人と女の人、どっちがやることが多いイメージ？でも、女の人の方が多いかな。全然わかんないわ。わかんない。誰が違うんだろう。多分って感じ。リリカ。ハズキ？リリカ。待って、どっちだろう。リリコ。ハズキ。ハズキ。ね。ほら。あ、やっぱり。あれ、やっぱそうだと思った。うわぁ、うん、私？そう、なんかリリカがさ、なんか前に卓球部だったみたいなことを、うん、卓球クラブ言ってた。あ、そう、言ってたから、リリカがしたことないって言ったときに、うん、あ、リリカ違うと思って。うん。すごい。授業で卓球なかったの？なかった。私もない。あ、うっそ。だっけ？いや、なかったかも。で、テニスもないって言ったよね。テニスはない。ない。早く何してんの？飛び箱とかあるよ。飛び箱じゃなかった。バスケとかもびっくり。自分が違うと思わなかった。思わなかった？うん。すごいね。でもさ、何質問してもさ、なんかリリカだけ答えるの一番遅くて、なんかあんまりみんな来てないのかなって思って。なんかでもあれだよね。話し合いのさ、がこう、深掘りできてないからわかんないよね。ああ、もっとしたら突っ込みたかったね。そうね。そうそう。でもなんかさ、球技なのかそうじゃないのかとかすごい考えちゃってさ。そう。自爆したら球技と蹴りは一緒だったじゃん。怖いよね。そうね。そうだよ。まずテニスと卓球がどれぐらい違うのかがあんまわかんないじゃん。
コートでかいかみたいな。そう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 。確かにそれよかった。できる場所に限られてくる。あー、多分あるわ。なんて言ったらいいんだろう。好きか嫌いかで言うとどっち？好き。あ、でも好きかな。あんま好きじゃないね。あー、そうなんだ。やったことある？みんな。あるあるある。やったことある。やったことあるよね。うんうんうん。うん、あるある。あるね。あるある。でも、ナナセのイメージ強い、ハズキ。メンバーの中だと、確かにナナセが一番。ナナセが好きなイメージある。ああ、でもそうかも。ナナセでいい。結構さ、ワースター近くないなんか。まあ、私、存在として。関わってはいる。存在として。ちょっと待って、電話来た。どうぞ。ちょっと待って、電話来た。あ、来た、切れた、切れた。すいません、拒否しました。近いね。うん、近いね。でもね、結構見る好きで、見るのめっちゃ好き。見る方が好きなんだ。そう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 。そうなんだよ。うん。ハズキ見るの好き？見るの？なんか、まだ見れるようにはなってきた。昔は見れなかったけどね。確かに。まだ大丈夫。主張したね。主張した。関わり多いから。確かに。ワスタだとね。そう。わかんない。リリ。ルカ。自分。わかんない。ルカ。ルカ。あ、間違った。違う違う。ごめんなさい。普通に間違った。あ、ノナセだ。イエーイ。わからんかった。わかんなかった。あ、こういうとき、そっか、自分って言ったらいいのか、言うときに。人狼残りで人に言うとすんのね。嘘ついた。ちょっとさ、七瀬のイメージっていうのがよくわかんなくて。嘘、なんかさ、コスプレしてる人の写真を、なんか可愛いってよく見てるイメージがあった。あ、そっち？なんか、ワースターの中で一番回数が多いからとか。あ、回数が多い。そうそうそう。仕事だと思って、別に何してるみたいな。そんなだよなって思って。そんなだよ。だから、その辺のさ、話からルカの顔がずっとなんか。そう、なんかわかんなくて、何言ってんの？わかりやすい。伝え方やったね。私途中で気づいたんよ。あ、そうなの？何で？なんか序盤の方で、まず、これ好きってミリが言ったときに、ルカが勢いよく好きって言うから、私ハロウィン持ってるのに、ルカがハロウィン好きなわけないなって思って。嫌いじゃないよ。まずルカが、なんか、皆さんの言ってるかもなって、そう思って。ああ、まあまあ、好きじゃないけど。途中から全然ついていけなくなって、あんま喋んないと怪しいから、相づちだけしてた。分かんなかった。分からんかった。でも、ハズキの話題だと余計分かんなくなるね、あれ。ハズキ、ハロウィン苦手だった。ハロウィン、あ、確かにね。そうだもん、好きじゃないもんね。当時点でなんか。着ぐるみとかと思った。その辺かと思って。コスプレか。難しかった。早かった。早いね。ね。皆さん、楽しんでもらえましたでしょうか？イェーイ！お時間楽しく過ごしていきましょう。そして、また。それじゃあ、以上、私たち、ザ・ワールドスタンダード。わあ、それでした。合わない。バイバイ。バイバイ。